高橋光信は、横浜市南区出身の元プロ野球選手、プロ野球コーチ。愛称は、三中本真希リトルシニア出身。横浜高校では1年時に右肩を手術、保守も経験して3年時には、第65回選抜高等学校野球大会に出場したが、膝を故障するなど度重なる怪我に苦しんだ。 その際に渡辺元里市野球部監督から相談に、親身に対応してもらったことで、高校卒業の時点では指導者になることを目指していた、斉藤義士、矢野英二、木田正一が、2学年後輩に、横山道也がいた。そのため、教員免許を取得するなどの理由から強豪校を、あえて避け、千葉県大学野球連盟所属の、国際武道大学に進学する。 大学では3年の大学選手権で優勝した青学大にコールド敗退するが沢崎と四和から本塁打を放つ。日米大学野球選手権大会日本代表に選出され高橋義信の後を打つ4番として出場した。さらにリーグ新記録となる大学通算16本塁打を記録する。最優秀選手1回、ベストナイン5回。 1997年のドラフトで中日ドラゴンズから6位指名を受け入団する。当時の監督、星野瀬日から打つだけなら吉野部より更新だねえと期待されただねえと賞してオチをつけていた。さらに高校時代の同期だった白坂が同年ドラフトの7位で中日から指名を受けたため、プロでも白坂とチームメイトとなった。 6年目の2003年まで2軍では活躍していたが、守備の不安や故障などもあり1軍では目立った成績を残せなかった。2004年からは、落合博光の新監督就任によって、背番号66を譲ることになった高橋は、背番号0に変更した。同年は、実績はなかろうとも、落合監督の掲げた。 右の和製4番打者候補の一人に挙げられると、シーズン後半から選球眼の非常に優れた代打の切り札として起用された。9月7日の読売ジャイアンツ戦では、右投手の中村隼人に対して、左打ちの井上和樹の代打として、勝ち越しの押し出し支給を選んだ。9月14日の阪神タイガース戦では9回表に、寒風目前の井川慶から、 岸海星の同点三点本塁打を放ったほか、9月25日の横浜戦では6回表に三ラン本塁打、10月2日のヤクルト戦では再び、リッキー・ゴンザレスの完封目前の9回裏に、ソロ本塁打など、すべて大打出場で活躍した。2005年4月2日の横浜ベイスターズ戦で1点ビハインドの9回に、大打出場し、自身初となる逆転サヨナラにラン本塁打を、 佐々木和弘から放ち、三塁ベースコーチの高城園弘和軍野手総合チーフコーチと手をつなぎスキップしながらホームインした。5月6日、聖パ交流戦初戦となるオリックスバファローズ戦で暴力事件で出場停止となっていたタイロンウッズに代わり4番指名打者でスタメン出場し、3番レフト立浪和義5番ライト、福留光介とクリーンアップを形成。 球団史上初の公式戦先発指名打者を務めた。2006年は積極的な打撃スタイルに変えたことで支球数が減少。シーズン途中までは好調を維持していたが、8月に打撃不振と故障により登録を抹消され、それ以降一軍に最昇格することなくシーズンを終えた。一軍では、辰浪和義が代打での活躍や、新人の荒井良太の起用もあり、 10月28日に球団から戦力外通告を受けた。11月22球団合同トライアウトを受験した。その後、阪神の周期キャンプへの参加が認められ、入団テストに合格して、阪神入団が決定した。2007年は、右の代打要員として、開幕からベンチ入りするも、極度の不振に陥り開幕1ヶ月で二軍落ち。その後、 故障した、林武史介と入れ替わりで8月29日に一軍、昇格。同年初となるスタメンで即日起用され、遺跡後発打点を挙げると、8月31日には、遺跡後発本塁打を放ち、お立ち台にも上がった。当時はちょうどチームが10連勝した時期で、連勝中は打率、500の活躍を見せた。2008年は、 交流戦中の5月26日に一軍昇格して即日代打起用され安打を放った。その後、交流戦期間中は指名打者で先発出場もしリーグ戦再開後は代打要因権、荒井貴弘が腰痛で欠場した際のスタメン一塁一種として起用され勝負強い打撃を見せた。7月29日の東京ヤクルトスワローズ戦では5番一塁で 先発出場し、石川正則から、決勝点かつプロ通算100本目の安打となる、ソロ本塁打を放つなど、自己最高成績を残した。9月には、自らがプロデュースした T シャツが、球団コーニングッズとして発売された。2009年は、開幕一軍から漏れた上、4月末に右ふくらはぎを痛めた影響で一軍昇格は6月になった。結局1年を通しては、 かんばしい成績を上げられなかった。2010年は7試合の出場で無安打に終わり、この年限りで現役引退した。2011年に阪神の2軍打撃コーチへ就任。和田豊が1軍監督へ就任した2012年から1軍打撃コーチを務めた。同年チーム打率より、得点、本塁打倒再開に終わった。2015年にはチーム打率が、 セントラルリーグ4位、安打数が5位、得点数が最下位、本塁打数が5位と低迷。その結果、10月17日に、コーチ契約を更新しないことを、球団から通告され、解任された。2016年1月1日付で、オリックス・バファローズに、業務委託スタッフとして入団。同年のシーズン中は、一軍に帯同しながら、アドバイザーに近い立場でスコアラーを務めた。 2017年シーズンからは一軍打撃コーチを務めたが、チーム打率、得点、本塁打がリーグ4位に終わり、シーズン最終戦翌日の10月10日に来年度の契約更新を行わない旨を通告された。パンチ力に加え、選球眼の良さと勝負強さが光る強打者。現役時代は主に代打の切り札として活躍。泥臭くも一振りにかける姿から、 多くのファンに愛された。中日在籍時代からボランティア活動として毎年オフに中日の選手を数人引き連れて名古屋市内の児童施設の子供たちを回転寿司屋に招き自ら寿司職人となって寿司を振る舞っている。阪神移籍後もこれだけはプロ野球選手である限り続けたいと中日の若手選手に混じって参加しており、 阪神コーチとなってからもこの行事には顔を出している。中日時代は中日のユニフォームを着ていたが、移籍後は寿司職人風の衣装を着ている。阪神移籍後の登場曲は2008年シーズンの途中から ET キングのギフトに変更し、2009年からはこの曲の歌詞を一部変えたオリジナルバージョンを使用している。愛称の蜜については、 阪神の選手時代に、当時の一軍監督だった、岡田明信が多様。芸能界屈指の阪神ファンである、松村国広が、岡田の生態模写へ盛り込んだことによって、阪神ファンを中心に広く知られるようになった。趣味は釣りで、阪神遺跡後は、サンテレビの釣り番組、ビッグフィッシングに毎年1月に出演している。ありがとうございます。